こちらは新しく2020年2月に新設されたメディカルラーニングコモンズ、通称 MLC です。大教室やグループ学習室、パソコンを備えたメディアライブラリなどもあります。1階はジムセンターです。学生生活を支える窓口となっています。フリースペースや ATM もあります。ここは2階です。3つの学習スペースがあり、目的に応じてレイアウトが変更可能であったり、多様な学びができる空間です。こちらでは就職や国家試験の情報が得られます。ここは3階です。グループ学習室や個別自習室、72台のパソコンが備えられているメディアライブラリがあります。4階では大講義室、中講義室があり、授業、講演会などに使用します。ここは学生ホールです。全学科が使用します。現在はコロナ対策で飲食はできませんが、通常は飲食が可能で電子レンジがあります。アイヌ病院に実習するときには集合場所となることもあります。ここは基礎看護学演習室です。この基本となる看護技術の演習などで使います。教員の手元が見えやすいようにモニターが設置されています。補正看護学、小児看護学の演習室です。こちらの沐浴槽は赤ちゃんの沐浴の演習の際に使用します。老年看護学演習室です。成人看護学、老年看護学で使用します。 ICU 用のベッドも5台設置されています。ここは A-303 の教室です。講義で使用する講義室になっています。広い教室でもスライドなどが見えやすいようにモニターが設置されています。
ここは広域看護学研修室です。在宅看護学、精神看護学、保健師コースのみにある公衆衛生看護学の研修で使われます。一般の看護をイメージした畳の部屋があり、利用者さんのお宅にお邪魔したような演習ができます。中央図書館1階です。ここでは図書館の利用方法や資料の探し方について担当の方に相談することができます。2階には新書部雑誌、新聞室、第一閲覧室、パソコン室などがあります。ここが3階です。第2第3閲覧室やグループ学習室があります。蔵書も豊富にあります。実習時やテスト勉強の際に学習室を利用する学生が多いです。こちらに見えるのが愛の病院です。実習でお世話になります。また特別講師に来ていただいたり、町の保健室をはじめとした様々な行事で連携して地域貢献に取り組んでいます。以上で愛の大学のキャンパス案内は終了です。お付き合いいただきありがとうございました。ぜひ一緒に学びましょう。